ます。よろしくお願いします。はい、お願いします。じゃあ、送っていただいた画像の感じで、かっこよくさせていただきます。眉毛も整えちゃっていいですか？はい、はい、お願いします。そしたら、ちょっと右左ちょっと見せていただいて、はい。で、右手でここにカメラがあるので、はい、これをこうふわっと隠していただいていいですか？はい、ぐーっと、いいですよ。で、右左、よろしいですか？大丈夫です。ありがとうございます。ちょっと待ってね、そして、リュウジさんとは、うっすらなんかどっかうんたらかんたらみたいな。ああ。本体やったぐらいから組みたかったですね。そうですね。ああ。長さ的には、はい、まあ、伸びてきたら多分自然にこんな感じで、あ、そうそうそう、すっきり。はい。いかせてもらいますね。はい。お願いします。お願いします。ちょっと通常から入れちゃうかな。やったんで、うん、保険も止まったりとか。ああ、そういうのがあってね。ここに置くとね、そうですね、そうですね、もう電話が勝手に入ってくんで、うん、今はこれじゃないって言ってマイナスプラスボタンがあるんですよ、うん、ギア変えたりとかして、うん、結構そういう自分でやってるんで、なるほどね。あ、結局じゃあちょっと細かい険しいところは細かいに間が入られると終わりやね。もう3分になるじゃないですか。あ、もう潰れるんだけど確かに。まだ課題はたくさんあるんで、ヘルメットトリコ義務とかなんか言うの、襟は続けると、たとえそれが1週間後でも1ヶ月後でもよし継続したっつってだけど結婚式とかさ、自分とこうやるとやるんやけどね、人前でさ、うん、見られて、自分が主役でとかね、ちょっと最近そもそも家出るのか、本当に早朝だけとか、うん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 、なそれ車で写真撮りとか、これも花粉だなと、花粉だなと、むずむず探知機でわかるもん。でも写真撮りながらずっとマスクはやっぱ外しちゃうから、外した今これってことは、溢れそうに無限に使わないかんけど、今キャッシュレスやけど小銭使うんだよね。逆に1円玉になってしまったり、10、うん、